松沢拓司7月17日から1997年9月8日は日本の銀行家。富士銀行頭取会長のほか、全国銀行協会連合会会長、経済団体連合会、日本経営者団体連盟副会長等を歴任した。1983年くん一等随法省受賞。その風貌と行動力が、 フランスの英雄を彷彿させるとして金融界のナポレオンと呼ばれた。東京日本橋柿柄町に生まれる。父は弁護士で裕福な家庭に育った。東京府立第六中学校、旧制第六高等学校を経て、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。安田財閥の持ち株会社である安田保全社の入社試験に合格し、富士銀行の前身となる。 安田銀行に入校。初任地として、暴露調子店に配属となる。その後、赤髪が来て、満州に渡り、幹部候補生学校に入学。上位に任官となる。だが、実践を経ることなく、1942年11月に、除大となり帰国。暴露調子店に復帰しほどなく、本店営業部貸付課に異動となる。終戦を挟み、 1946年1月業務部業務課に移動。最年少の課長代理として GHQ を担当し、預金封鎖と新縁切り替えに携わった。この間、財閥称号使用禁止で1948年10月1日に安田銀行は富士銀行に名称を改めた。富士銀行は当時の日本において最大の資本金を持ち豊富な資金量を有する。 銀行として発足した。だが、2位の三菱銀行、3位の住友銀行が、おのの企業集団を背景に、トップの座を目指し猛攻を開始。富士銀行は、次第に苦戦が目立ち始めた。そこで、松沢が、日本経済の主流になると思われる企業との取引を、拡大していこうとする戦略である、経済主流取引、プランを立案。この戦略を取ったことが走功し、 高度経済成長期に選別した対象企業は、潤沢な資金提供によって、急成長を遂げ、後に、扶養グループと呼ばれる、富士銀行親密企業群の中核メンバーとなった。この後、人事課長を経て、重化学工業を担当する、本店営業部課室課長に就任。自身立案の経済主流取引を実践する、役職に就いた。また、 1958年10月から半年の日程で銀行業務のコンピュータ化の調査研究のため米国、欧州の銀行へと視察に出向いた。帰国後の1959年に初代総務部長、1961年に取締役、1963年に常務につき、1965年に岩佐外実討取りが全銀協会長に就任すると松沢は、 その補佐役として一般委員長となった。その際松沢は折からの昭和40年不況によって歳入欠陥が生じ、福田竹雄蔵省は金額にして2000億円の赤字国債の発行を決め、当初は日本銀行が引き受けるとの計画を立てたが、インフレーションを助長する懸念もあり、全銀協のみならず他の経済団体も猛反対。結局、 公募方式で発行することになるが、松沢はこれを成功させるべく、東本清掃した。また、当時、都市銀行は、外国為替銀行法に基づく、外国為替専門銀行であった東京銀行を、除き、12行あったが、都銀のみに関する問題を議論する場がなかったため、松沢は、非公式の都銀結集の場として、三菱銀の黒川久志専務、 住友銀の安藤太郎専務、三和銀行の明石と夫城村に都銀懇談会の設立を呼びかけ、同会は各校の常務、専務クラスを構成員として1967年12月に発足の運びとなった。このほか1970年に雷門支店において19億円もの不正融資事件が発覚。岩佐藤取りは国会に呼ばれ、松沢は 事実の救命と当局への釈明、新聞やテレビの取材対応に追われた。1975年5月、佐々木国彦頭取の後を受け、頭取に就任。雷門事件の苦い経験を踏まえ、サウンドバンキングポリシーの徹底のため、検査部の強化を図ったほか、富士銀ファクターの設立、カードローンの取り扱いの開始、現金自動預け払い機の設置、 オンラインシステムの構築などの新規軸を続々と打ち出した。そして1978年4月、全銀協会長に就任し、金利自由化の第一歩として上都制預金の創設に取り組み、創設を審議する金融制度調査会では、ほとんどの委員が反対する中、松沢が徳田広美大倉省銀行局長などを、説得し業界をまとめ上げ、CD は、 創設にこぎつけた。松沢の頭取就任に先立って、1971年10月に、第一銀行と日本官僚銀行が合併し、第一官僚銀行が誕生した。第一官銀の発足によって、富士銀行は資金量に本一の座を失った。松沢は、数年で抜き返して見せると交互し、頭取になって間もない頃から、都銀懇談会を一緒に作り、 お屋敷中であった三和銀の赤市と塩頭取と合併に向けた話し合いを始め、間もなく、橋田大蔵常務に先方との交渉を任せ、作業は順調に進んだ。しかし、三和のドンであった日本銀行出身の渡辺忠を相談役名誉会長が合併に反対したため、合併話は流れた。1981年6月、松沢は会長に退き、 副頭取であった荒木義郎が頭取に昇格した。会長となると稲山義弘系関連会長からの求めに応じ、同会財政金融委員長についたほか、臨時行政改革推進審議会委員の瀬島、隆像からの混成を受け、1983年10月国鉄監査委員会委員長に就任し最後の委員長も務めた。このほか、 1987年には日経連会長に内定していた鈴木英二から頼まれ、金融界では初めて同副会長に収まった。1997年9月8日、肝不全で死去。84歳。ありがとうございます。